リンリン、ハローパラレール、リンリンパラレールのリンダです。本日はね、サバンナモニターのリント家でのね、飼育方法っていうところを、ちょっとご紹介できたらなと思います。よく考えたらね、サバンナモニター飼育始めてから、うちの子のね、飼育環境っていうのをちゃんと詳しくね、説明した動画がなかったなというところで、今回撮ってみました。っていうのと、どんな感じで暮らしてますかって聞かれたのもあって、今回、動画をね回しております。はい。で、私の家では完全に自作ケージなんですけど、ニトリに売ってる衣装ケースをの中身だけをね最初使用してたんですよ。ただ中身だけだとだんだん成長してきて狭くなってきたので、こんな感じで、この中身とこの外の側を両方使って、横90、奥行きも90ぐらいかなっていうケージにね、改造いたしました。なので、当分はこのままいけるかなと思ってますが、あまりにもこの子がまた成長してきて、このケージでも小さいってなってきた場合には、ここの下の押し入れ、今ね、来客用のお布団とかが入っているんですけれども、全然これ片付けて他のところにやれるので、で、閉めちゃうと寒いんですけど、ずっと開けたままにしておくと、この中って保温されやすくて、寒くないんですよね。なので、ここにケージをね、作るっていうのもいいのかなとは思ってるんですよね。ここのケージになっちゃうとすごいでかい状態になるので、ここまで大きくね、育たないとは思うんですけれども、もう、ニッチもサッチもいかん、でかくなりすぎたってなったらもう、ここの押し入れを改造して、ここの押し入れに、入れてあげようかなと思っております。ケージとしてはそんな感じです。で、必要なものでいくと、バスキングのライト。うちはね、アルミのものにしてるんで、バスキングライトアルミの上に直で置いて、で、ここにバスキングできるゾーンを作って、バスキングで温まれる場所として石を置いてます。で、あとは、水飲み用の容器ってそんなにいらないっていう風にね、言われてはいるんですけど、大体のご家庭だと、水浴びることもできて、水飲めることもできるような感じになってると思うんですけれども、うちの子すごい水容器の中でね、うんちおしっこいっぱいするので、なんていうんですかね、衛生的にあんまりその状態だと良くないかなっていうので、あそこに水飲み場を一応作っております。ちょっと減ってるね。後でこれ交換してあげよう。結構ここから水飲みます。で、この水容器は何かっていうと、岡ヤドカリの水浴び用として売られてるところのなんか容器ですね。はい。普通にここに水溜めてこんな流れてくるのでいいなと思ってこれにしてます。で、うちは上は網のケージで、これはここにね、微妙に隙間があるんですよ。これ閉めるとこうやるとちょっとね、頭が入るぐらいの隙間があって、何回かこっからね出てこようとしたことがあったので、一応これブックスタンドです。はい。をただ上からトンと置いております。で、中はこんな感じ。人工芝とかにしようかなと思ったんですけども、ちょっとなんていうんだろうかね、レイアウト、中のレイアウトとしてちょっとウッド調の感じのお家にしてあげたいなっていう風なところで、ウッド調のものにして、横は隙間をね埋めるように、あれがなんていうんだろうかね、カウォールスティッカーみたいなやつを入れてます。で、これはなんか自分でこれをねバラして作った、これね何枚か買ってたんですけど、これをバラして作った階段状にしたものです。で、うちのシェフィーさんね、この階段使ってちゃんとの、水容器の中にね、入ってくれます。で、これがワンちゃん猫ちゃん向けのね、パネルヒーターでね。で、その上にハンモックを置いてるんですけど、ハンモックはね、全然なくていいと思います。私はこのハンモックの上に乗っかってたら可愛いなと思って入れてたんですけども、最近ハンモックの下にいい感じに潜って、寝ております。で、ハンモックがね、上からちょうどいい感じにパサッと、シェフィーさん、うちのね、サバンナモニターに、かかっていて、多分、背中もあったかいんじゃないでしょうかね。布団みたいな感じになって。
で、あの心地よさそうにあの下に寝ております。で結構ねサバンナオーディって潜るのが実は好きらしくって、でタオルをね試しにその潜るのが好きっていうのを見て入れた時に、ほんとねタオルこう掘ってで下の方に潜ろうとするんですよね。で、あのただ潜ろうとはするんですけど、まあ散らかすわけですよ。それは当たり前のように、あの一箇所にずっとこうやって置いてることはなくて、これも潜っていくとこういう感じになってくるんですよね。こんな感じにねなってくるんですけれども、それに関してはね、あの仕方ないことなので、でここだとそのなんだろう、潜ってもこの辺でしか。あのタオルがね移動しないんで私ここに置いてるんですけど、あの子ねなんかタオル気に入ってタオルの中に入ったりするんですよ。なんで入れといてあげようと思ってここに一箇所と、であっちはあっちであそこもね潜ろうとするんですよ。あのハンモックもあの掘れないんですけどね、掘れないんですけど潜ろうとするんですよ。でなんかあのハンモックの下に入っていくと心地よさそうに寝てるんで、まあちょうどいいのかなと思っております。なんか上に乗っかっててこう隠れられるところがあるっていうのはあのシェフィーさん的にはいいみたいです。でプラス下にねパネルヒーターあるんで、まあお腹温めてね、あの消化もねあの促進されるでしょうよと私は思っておりますって感じですね。なのでヒーターとこっちって感じです。でうちは暖凸とかは特に入れていないですね。あの冬場の温度もそんなに問題なくあの暮らせているので、今のところは暖凸とかも導入してないですけども、あまりにも寒くなってきてシェフィーさんのね動きがこう鈍くなってきたりとか、こうなんだろう餌食いが悪くなってきたりっていうのがもしありそうだったら導入しようかなっていうところです。今のところ問題なくってところですね。でこっち側はねあのそういう暮らせる場所っていうかバスキングと、まあ寝床に近いのかな、あの子にしてみたらっていうところですね。でこっち側が、はい、こっち側がこんな感じ、はい、こっちはねもう水容器とタオルしか入れてないです。あのシェフィーさんがねあのゆったりと使われる、水容器を入れてます。でねちょっとこのここから出し入れするので少し横の部分をねあの削って、ここねちょっと不格好ですけれども削ってます。だから鋭利なように見えますけども、ここちゃんとヤスリ掛けもしたし、あとハンダでね溶かしながらあの何て言うかね削ったりっていう感じで痛くないようになってます。なんでこういう動きをしても特に問題なくって感じですね。はい、でまあシェフィーさんは大体ここでね水を浴びて、そしてこの中でうんちをします。なんか他のところでうんちしてるの見たことないですね。ほんと水容器に入りながらブレアってうんちします。今日はねあの水容器も取り替えたんでこんな感じで綺麗な状態ですけれども、はいっていうとこですね。でこっちのケージの方はこの横の部分をカラスよけネットを置いて、上のところもカラスよけネットがかかっている状態です。でうちがですねこの上がちょうどワインセラー、コケリウムですね、うちの山椒とシリケンイモリがいるところなんですけれども、あのこの中のこうなんていうかね水蒸気になってっていうかこう、まあ、多分気化熱っていう形になるのかな、水が気化してこう結露して下にね溜まるんですよ。でここに水が溜まるところがあるんですけれども、この水って別に汚い水ではないんですよね。あの汚染水とかそういうのではなくて本当に結露した水なんで、でもともと水それ溜まってくると下にバケツを置いてそのバケツにね入るようにしてたんですけど、今はこれちょっと移動させると、はい、上からねあのシェフィーさんの水容器に水が入るようになってます。あの汚染された水ではないっていうのをね確認してあの使っております。で確認方法っていうのが普通の人間はやらない方がいいですよ、何をしたかっていうと、私はその溜まってるお水を飲んで、あの私があの1週間ほどそれを飲むことによりお腹を下さないかっていうあの人体実験を行いました。はい、なので人体実験を行った上で、あの私が
あのお腹を下すこともなかったし、特に汚い水じゃないなっていうところで、あのシェフィーさんのところにお水が流れるような仕組みにしております。それによってね、あのここでね、あの水が中でね、あの循環して下に溜まっていっても問題ないなっていうふうに私は感じてやっております。はい、こうああやってね滝を作ってるだけではなくて、こう苔をね育ててるので、苔リウムっていう感じね、苔もあるので、苔にねこうやって水が必要になってきたりするわけなんですよね。で苔にこうやって水をあげていると、どうしてもやっぱり下にね水が溜まってこんな感じでね流れていくんですよ。なのでその流れた水を再利用っていう言い方はあれですけど、受け口としてね、ここを受け口にしております。そういうことでね、びちょびちょにならなくて済むので、一石二鳥っていうところですね。はい、で他気をつけていることっていうのは、まあ、日中バスキングのライトつけてあげて、ちゃんとバスキングできるようにしてあげるっていうのと、まあお水を切らさないようにしてあげるっていうのも一個ですね。あとは日々様子を見ながら、この子がねあまりにも動きが鈍くなってたりとかっていうのだけ気をつけてあげるといいと思います。今は問題なく寝てます。寝てないね、起きてるね。水浴びしておりますね。はい、そういった感じでございます。で、ケージとしてはそんな感じ、あと温度としてもそんな感じで、ご飯ですね。ご飯に関しては週にうちは2回にしております。で、あげているお食事が基本的にはモニター用のこちら、モニター用飼料、モニターフィードという形でね、こちらをあげております。こちらを1週間に2回、1回10から15粒程度あげております。あとはほんとごくたまにですけども、鶏肉をあげたりもしてます。鶏肉はどちらかというと、うちではまあ贅沢品っていう形でね、あのご褒美だったりとか、あとはこの子のねお誕生日だったりだとかっていう時のまあ記念だったりとか、頑張ったねっていうので、あの私が頑張ったねであげるタイミングで行くと、まあ、脱皮がねしていて、その脱皮の促進のために一緒にお風呂に入れたりっていう時に、まあお風呂でストレスかかるかなっていうのもあって、でお風呂自体をね嫌がったら嫌だなっていうのもあったので、お風呂はいいものなんだよっていうのをね教えてあげるために、お風呂の後にあの鶏肉をあげるようにしてます。なのでお風呂嫌がることないですね。一緒にお風呂入りますね。はい、何回もねお風呂の動画ってあげてるんですけども、本当お風呂嫌がらないですねこの子は。うん、っていうところと、うん、あとは、まあ、記念の時、あとはケージの大掃除、あのこれ下全部これ剥がせるので、これ取れるんですよ、下のこの板とかね。で大掃除して結構待っていただいた時に、外で待たせてごめんねありがとうねっていうので、鶏肉を少しあげたりっていう感じですかね。本当なんかご褒美程度な感じであげております。はい。で、まあ、週2回あげながらで、結構この子は成長速度が速くて、ブクブク大きくなっておりますね。はい、っていうところですかね。あとは、シェフィーさんは何か気をつけていることっていうのは、まあ、太りにくいように、はご飯のセーブはしてる状態ですかね。あの、あんまりご飯あげすぎて、太っちゃうと、肥満がこの子のね、なくなってしまう原因の一つにはなるので、そういうところだけは避けているっていう状態になりますかね。はい。うん。ご飯のことも言ったし、ケージのこともお話ししましたね。うん。なんでそんな感じですかね。他に気をつけてることは、まあ、たまに散歩させてあげたりしますが、うちどうしてもね、ちょっと隙間が多いので、このケージのね、この横の隙間とかね、あと、あそこにガチャガチャがあるんですが、ガチャガチャの下の方の隙間とかに入っちゃうので、見ながら散歩してるのと、あとは、太顎ヒゲトカゲとか、向けに売られてる、ハーネス。これ、ハーネス入れ、はい、なんですけども、このハーネス使って、
散歩したりですね、あと冬場じゃなくて夏場だったら近くの公園に人が少ない時にですけども連れて行って散歩させてました。人が多いとびっくりしちゃうと思うので、トカゲが散歩してるってなっちゃうので、なので本当に人のね少ないタイミングで、ちょっと散歩させてます。うちはご飯としてはそんな感じですかね。生き餌とか、あとは、名前出てこないや、うずらとかはあげたことないですね。基本鶏肉、ささみですね。ささみと、モニターフィードだけでこの子は育っておりますね。特にそれで病気をしたりだとか、何かね、体調の不調なところがあったかっていうと、そういうのは特にないです。はい。シティとうちはね、来た時から、指飛びをしている子ではあったので、まあ、他の動画でね、ご説明させていただいてるんですけども、その指飛びだけ、してしまってたので、その指飛びして、体調というか、なんか行動しにくいとか、動きにくいっていうのだけないかっていうのは確認しながら、日々生活しておりますね。ただ本人は、至って元気ですね。もうブクブク。太ってっていう感じじゃないんだけどね、うちの子は大きく育ってくれてますね。もう綺麗に育ってくれているって感じがします。はい、まあ、うちの飼育方法としてはそんな感じになります。アドバイスできる内容というのは、私からすると本当に太りすぎて暇でなくならないようにだけ気をつけてあげてほしいなっていうところですかね。まあそこもね、人間のエゴなのかもしれないんですけども、好きなだけ食べて好きなだけね、こう太って、それが幸せだっていう方ももしかしたら中にはいらっしゃると思うので、早期で亡くなってしまったとしても、この子がそれを欲していて、ご飯を食べたいからあげさせてるんだっていう人もね、中にはいるでしょうし、それを悪いとは私は言わないんですけども、私的には長生きしていただきたいので、うちは暇になりすぎず食事をセーブしながら一緒に暮らしていこうかなと。できればね、一緒に長く生活していきたいので、私はそんな感じですかね。ただ食べたいだけ食べさせてやればいいだろうっていうタイプの方も中にはいると思うので、それはそれでその家庭のやり方、もうたらふく食べていただいても満足に食っていただくっていうのがね、いいんだっていう方も全然いると思うので、それはそれで一つのね飼育方法だと思いますが、私はね早死にだけはちょっと嫌だなっていうふうに思うので、食事をセーブしながら一緒に長く生活をしていくっていう形をとっております。はい、なのでまあアドバイスできる内容としては、早く死んでほしくないなって思う方は是非ともね食事のセーブだけはしてあげてください。それがね一番長生きにつながると思います。内臓疾患で亡くなってしまうことが多いので、はい、そういうところでございます。他も特にはバスキングのライトは入れてあげるっていうのと、あとは温度を一定に保ってあげる、あとは寝床があったかいだとかにしてあげるといいかなと思います。まあ私がね北海道に住んでるので寒くなりがちな部分っていうのもあるので、床下にもねヒーター入れて温まってもらおうっていうふうにはしてますけども、あれに関しては必要不必要はちょっと何とも言えないですね。なんかダントツのみで管理してる人もいるでしょうし、そもそもバスキングのライトだけだっていう人、バスキングとあと UV なんかそのライトだけで温度保ってるよっていう人もいれば、いろんな人いると思うので、本当まあ温度だけ気をつけてあげるといいかなと思いますね。自分たちで変温動物なのでね、温度を自分で高めることっていうのは難しいので、そういう物理的にねバスキングをしたりだとか床のヒーターを利用して体を温めるタイプなので、そこだけ気をつけてあげるといいかなと思います。うちはパネルヒーター型にしてます。あそこですごいゆったり、多分お腹もね温まって寝れるでしょうしっていうところで、そんな感じにしております。はい、うちの飼育方法としてはそんな感じとなります。なので本日はこれで以上となります。もしよろしければこちらチャンネル登録、そして Twitter、Instagram、TikTok のフォローなどですね、あとコメントだったり、あと高評価お待ちしてますので、よかったらぜひぜひ私にね絡んでいただければなぁなんて思います。またね過去にたくさん動画も上がってますので、よろしければそちらの動画も見てみてください。はい、それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。以上リントでした。バイバイ。
最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リンとでした。バイバーイ。